えばパーマ必要のないところにパーマをしてなんか思ったより広がっちゃうとかなんかこうやっぱあると思うんですね実際で本当にこうこの今回のモデルさんも可愛いですよね、うんうん、バッサリ切ったんですけど、はい、彼女もこの前髪のかき上げるところにかけてるんですけどで意外とちょっとこのやっぱ写真だと平面的だから分かりづらいんですけど頭のこの奥側鉢回りバックですねに結構癖があるんですよなのでなんかやっぱりそこをかけちゃうことで髪がやりづらくなっちゃったりあとは逆に頭が大きく見えちゃったりとかっていうのも絶対不安材料だし逆にこの下の方は本当触るだけで柔らかく毛流れが出る毛だったからそのまま使ってるんですねだから、まあ私が提案したいと思ってることと、まあ、彼女が今困ってることとかあとは逆に自分もまあカットをするわけじゃないですか私たちはでカットとパーマって必ず連動していくから、はいなんかここはしなくてもいいかもとかうすうすここかけると怖いなとかって、はいはい、多分美容師さんって思うと思うんですね、はい、だからそれに対して嘘がなくなんかここがこうなりやすいからこうしておこうとかここもうちょっと曲がったらいいよねみたいなことをお客様とちゃんと共有して、はい、こうなるためにそうしてみようかみたいな話をよくするからってなると必然的にその部分的なパーマとかっていうのは全然ポジティブにたくさんやります、はいあなるほどはい、彼女この鉢の位置は後ろなんですよ後ろにあるから、はい、結構この前から見るよりもこの広がりが強く出ちゃうんですよ、うん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 、でやっぱりこう奥行きもね、はい、ありますし、はい、だからこっちがぺったんこだと余計にこの癖気になっちゃうから、はい、こっちに少しこう動き、まあ、こっちは触れますからね、はいはい、癖出しておいて、はいこっちの後ろの動きとより合うようにもうそのままこれが元々の髪ですみたいなどこにパーマ当ててるのぐらいな雰囲気になる方が私的にはよし、はい、来たみたいな、はいはい、気持ちになるのでそうそんな気持ちでかけております、まあ、切っていった時にやっぱりこう、まあ、分け目をこう自由に変えてもらったりとかこう触った時とかなんかこうガバッと持ってきたりとかいろいろ私も触って彼女の可愛いところをいっぱい探してみたんですけどやっぱりいろいろ動かしてって様を考えた時に日常こうなったらもっと可愛いなとかっていっぱい思ったので、うんはい、トップだけパーマやらせてほしいっていうのを話をして、はい、実際4本かな、はい、前髪とこの表面っていうのも前髪の奥行きなので、はい、一応前髪ですかね、うん、かけて大体4本巻いてで、こうかき上げたり分け目変えたり降りてきても流れたりっていう流れが出るように、うんはい、もうくしゃくしゃっとしてても大丈夫みたいな感じの触り方、うん、そんなムードの女性を想像してパーマをかけました、はい、形状としては大きなエスカールって感じですか？そうです、うん、本当にまさしく大きなエスって感じですね、はいはいはい、毛先だけのカールってなっちゃうと、はいコテっぽい雰囲気になっちゃうから、はい、それも可愛いんですけど、はい、それよりももう一歩なんかヘルシーってなんか難しい表現だけどなんとなく作り込まれたスタイルよりも何気ない無造作だったり、はい、動いた時にふとした瞬間に彼女が可愛いっていうのがすごく出してあげたい髪の毛での一番こう彼女に出してあげたいポイントだったから、うん、あんまりこう作り込まれてない動きを出したかったんですよ、うん、顔立ちも含めてちょっとこう前髪から覗くこの綺麗な、ね、瞳とかもうよりムード出せるかなと思ったので、うん、なんかそういったことでこういった長さこれも効いてますよねやっぱりそうなんですよ本当そういう柔らかさって言ってもパーマかけてなかったら、はい、こういう柔らかさって実際出てないと思うので、うん、嬉しいですよね髪が柔らかく見えるとかって女性はすごい嬉しいからもう前髪の部分パーマなんかはすごいトライしやすい、はい、そしてお客様に喜んでもらいやすい、うんうんうん、なんだろう提案方法なんじゃないかなって実際思いますね、はい、結構襟足だけ癖がなくってでもちょっとウルフっぽくしたいとかなんかそれぞれ悩みがあってやってみようと思うことに対して、はい、どうしてもここの直毛感気になるとか、はい、なんかそれで諦めちゃう人もいるしでもだったらここだけパーマしたらなるよとか、うん、
と逆に言ったら前髪だけ癖がなくていつも巻くとか、はい、うんうんうん、ね、本当にいろいろそうやってお客様が工夫してたり、はい、なんかそこだけパーマできるとかお客様思ってないから、はい、あとはその髪型に対してそこだけかければ大丈夫なんだみたいなこともお客様でも分かんないですよね、はい、なので、え、じゃあウルフでもうもみあげとかもこうやって結構動くから、え、だったらもう襟足のこのストーンだけかければもう可愛くないみたいな、うんうん、そう、なんかどんなことができるよとかっていうのを言ってあげると、はい、お客様もすっごい喜ぶと思うから、はい、もう全然こうどん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 提案してあげたらいいことなんじゃないかなって、あ、こんなちょっとで時短でこう可愛くなるんですねってすっごい喜んでくるから、そしたら安心して次回多分そういった予約してくれたりもすると思うから、はい、そういった話し合いとかそういう風にお客様がやってみたいと思うようなこう気持ちになるようなお話とかっていうのは、はい、なるほど、うん、しますね。皆さんぜひ新美容6月号見てください。今回の表紙はびっくり横写真ですもう撮影中みんなでこうやってこうやって見てちょっとなんか見てておかしくなるぐらいなんですけど、はい、横にしたのはなんかこうボブだからやっぱ横に動くじゃないですか。なんかそのためにはどうしてもこの横の空間っていうのが欲しくって、もちろん縦でも見せれるけど、なんかその彼女がこう少し動いたような髪の動かし方とか、なんかそういった動きを出すにはどうしてもこの横の空間がどれだけ作れるかっていう、なんかこうなんだろうな、そこのなんですか、余白っていうのが私にはどうしても見せたいポイントで、はい、お父さんにわがままやって横にしてもらったんですけども、とってもとっても可愛くって、うん、嬉しいです。ぜひぜひ見てください。はい、はい、お願いします。